トカシキ村は、沖縄本島那覇市の西方約4 0トルに、点在するケラマ諸島の内トカシキ島をはじめ10、あまりの島からなる村。ケラマ諸島のほぼ東半分を占め、島尻郡に属する。以下の島により構成される。トカシキ島、前島以外は、無人島。沖縄県の中では、気温の低い地域である。2016年1月24日。 1> 翌1月25日には最低気温摂氏三3.7度を観測し、都会敷村の観測史上最低気温を更新した。また、夏もあまり気温が上がらない。真夏日の年間日数の平均は18.1日である。これは、東北地方の秋田市、盛岡市、仙台市等と同程度である。そのため、近年でも真夏日の年間日数が一桁になることは、 珍しくない。例えば、2018年は、本州九州では、広い範囲で、記録的な猛暑に見舞われたが、渡河敷村の真夏日の年間日数は7日であった。これは、同年の北海道札幌市、旭川市等よりも少ない日数である。渡河敷、村、役場渡河敷村省渡河敷の、と、と、かを図案化したものを1966年5月1日に、制定した。 主な出店、都カ式村公式サイト、歴代村長、歴代副村長、歴代収入役都カ式村の郵便番号は、901から 35XX となっている。那覇港との間に、定期旅客航路が運行されるほか、ザモミ村との間には、オンデマンドによる航路が運行されている。都カ式港は、ハレン港都カ式観光バス合同会社により都カ式観光バスが運行されている。 主な道路、ありがとうございます。